ブレンダン・ケリーはオーストラリア・シドニー出身のフィギュアスケート選手。母はカルガリーオリンピックのアイスダンス代表のモニカ・マクドナルド。妹はフィギュアスケート選手のシャンテル・ケリー。2014年ソチオリンピックオーストラリア代表。2013年スケートダウンアンダー優勝。2016年ガルデナ・スプリングバイ優勝。2008から2009シーズン。 ジュニアグランプリシリーズに参戦。2010から2011シーズン、ジュニアグランプリシリーズのブライオン・シュベルター・坂月で3回転アクセルを初めて成功。4大陸選手権でシニアの国際大会デビュー。2011から2012シーズン、オーストラリア選手権で初優勝。世界選手権の代表にも初めて選ばれた。 2012年の4大陸選手権の SP では4、回転、トゥループに初成功。2012から2013シーズンからは、タミー・ガンビルにコーチを変更し、練習拠点をアメリカに移した。2013から2014シーズン、スケートダウンアンダーで、シニアの国際大会で、初優勝。 ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイで8位になり、オーストラリアの男子シングルの出場枠を獲得。ブレンダン・ケリーアスリートバイオグラフィー。ありがとうございます。